最後じゃないんですけど、ちょっとドラムの方がね、久々に来るっていうので、今、加藤さんのドラムなんですけど、今日はドラム、もう一人の昔一緒にやってた方が来るっていうことで、ちょっと別なバラードっていうわけじゃないけど、みんなで知ってる歌なんですけど、カントリーロード。よかったら一緒に歌ってくださいね。はい、ちょっと結構ね、最後に歌うんですけど、まだまだ続きますけども、Thank you.
か、みんなね、恋の汽車と乗っていっぱい恋をしましょう。死ぬまでね、ときめきは大事ですよ。ときめき、はい、ときめき、あのときめいてると老けないそうです。はい、大事です。ときめき、ちょっと私は怖いですけどね。真面目なときめきみたいな、もっと優しくときめきみたいな、はい。もう歌ったり飲んだりして、あ、これで。
は。楽しんでますか。素敵な秋なんにほかな。皆さん、美穂さんのお友達なんですね。そうなんか素敵な女性ばっかりで、ね、なんかいい雰囲気のところ、男性の方もいらっしゃるんですけど、今日はすごく嬉しいのが、大岩先生が1年近くぶりに来ていただいてありがとうございます。そして八千代から翻訳家のレイモンドさんも来ていただいてありがとうございます。行っちゃってもいいですか。前の知事さんの堂本さんの翻訳の仕事もされてるんですよね。もともと英和高校の英語の先生もされてる大丈夫ですか。ひろしさんも今日はありがとうございます。実はこちらのピアニストくにさんとはですね、カフェテラスくにさん、はい、皆さんご存知ですよね10年来の付き合いなんですね。実はくにさんがお店を出したお店、ミュージックカフェでした。そうですね。そこでオープニングに司会をさせていただいてまして、ほとんど司会やナレーターの仕事が多いんですけれども、たまにジャズソングも歌わせていただく機会がありまして、今日は初めてジェイアンさんに来て歌わせていただきましたので、ママさんにとても感謝しております。ありがとうございます。なのでちょっとドキドキしてます、はい、たまにねちょっと舞台で余裕もやってるんですけれども、やっぱ舞台は稽古がやっぱり1ヶ月とかすごい大変なので、ちょっとお休みしてます。こんばんは、いらっしゃいませ。すごい、たくさんね、いらっしゃる。美穂さんパワーで。はい、先ほど的な歌を歌っていただきました。美穂さんです。イエーイ。よくわかって、恋活ライブってよくわかってなかったんです。すいません。でも、みんなでこう、みんなで。とにかくワイワイやろうっていう、ざっくり。そうですね。ざっくりと。楽しくやりましょうっていうワンパックで。はい、男の人も女の人も関係なく、楽しく。関係なく。男じゃない人もいるじゃないかもしれない。男の。なんか今日一緒に白っぽくなってすごく偶然、別に合わせ てきたわけじゃなくて、不思議とね今日はね気持ちがあったんですかね。ピュアな気持ちが、ピュアな美恵ちゃんと美穂、美恵、美恵美穂、美美と美が一緒だしね。しかもね、言っていいですか、はい、はい、B 型同士なんです実は、美さんは B 型に見えないでしょ。何型ですか。10社あ、AB 型AB 型です。ちょっと変わってます。いや、かなり変わってます。B 型も手が負えません。 AB 型は、はい、丸い男で秋代です。国さんですけど、国本秋代、明るい男です。え、じゃあ皆さん、ここに B 型の方いらっしゃいますか。あ、B 型、あ、ちょっと立って、はいはいはい、B 型。あ、あら、なんかちょっと気づい奥様って B 型っぽくない。さんも B 型でした。あ、そうなんですか。ありがとうございます。今日は美恵ちゃん の素敵な、ね、お客様を連れてきていただいて、あ、おかわりしてとかってあれ、ラブリーも B じゃなかった。そうそうそう、やだ、ラブリーもラブリーもね、ちょっとね気取ってますけどねあ、そうだね、ごめんなさい、みえちゃんタイムです。はい、で、なんか楽しい会で、ほんと皆さん笑顔が絶えなくて、ね、いいですよね、こういう会が。今日はちょっぴりジャズソングを歌っているので、お届けしたいと思います。
多分皆さん CM ソングでよく聴いている曲と思うんですけれども、映画スイングガールズのテーマソングに流れている曲です。今から、ね、お届けする曲は、恋は一人じゃないよ、ゲームじゃないよ、二人で作っていきます、そんな歌です。よかったら皆さん多分知ってると思うんで、一緒に歌っていただけましたら幸いです。 LOVE LOVE。眩しい
調査員。アンメロディーを思い出すということ。くしゃみをすること。あなたと手をつなぐこと。生きているということ。今、生きているということ。それはミニスカート。それは、振られたリズ。それは、ヨハン・シュトラウス。それは、アルプス。すべての美しいものに出会うということ。そして、隠された悪を注意深く拒む。生きているということ。今、生きているということ。泣けるということ、笑えるということ、怒れるということ、自由ということ、生きているということ、今、生きているということ、今、遠くで犬が吠えるということ、今、地球が回っているということ、今、どこかで産声が上がるということ。今、どこかで兵士が傷つくということ。今、ブランコが揺れているということ。今が過ぎていること。生きているということ。今、生きているということ。鳥は羽ばたくということ。海は轟くということ、カタツムリは這うということ、人は愛するということ、あなたの手のぬくみ、命言えないんですけれども、絵本とかそのお話と音楽がコラボすることによってちょっと世界が広がるとかイメージが広がる世界があるので、もしまた朗読のコンサートの企画をすることがあったら来ていただけたら幸いです、はい、では続いてはですね、どっちにしましょうか、何にしましょうか、どっちがいいですか、ちょっとしっとり系にしますか、ちょっとしっとり系にします、続いてお届けする曲は、女性のお客様が多いんですけれども、なんだろうな、乙女心というか、そんな気持ちをお届けしたいと思います。で、実は私の師匠は、大橋巨泉さんの長女の大橋美香に、ね、私、師匠しておりまして、お母様がね、マーさんに当てたんで、大橋巨泉さんのお嬢様なので、もう本当にジャズのこととか、映画のこととか、すごいいろいろと教えてくださって、もう本当に素敵な方なんですけれど、この師匠が30年前に、出していた、なんだろうな、デビューシングルの曲を今日お届けしたいと思います。ほとんどジャズソングで歌っている方は少ないと思うんですが、アイドルの
けていないみたい。私を抱いてくれるのはダンスの時だけなのね。なぜこんな風に好きになってしまったのでしょう。Believe, believe, believe in me. With that, you're in love.
でした。ありがとうございます。あのすごいなんかこうノスタルジックとかすっごいファンタジーな素敵な世界観を作っていただいて、なんかいつもの恋活ライブとは違ってすごいなんていうか本当に恋のなんかしっとりとしたこれからの季節にぴったりな歌声をありがとうございました。ありがとうございます。なんかウルウルした目で見つめられるとドキドキしますね。 あのちょっとモテ期なんです今なんか自分で言っちゃった。なんか男少ないです。あ、そうそう、あの女の子にモテ期なんです。女の子になんかすごい疲れてしまうみたいでっていうか、でも今日は本当にねたくさんのお客様にね、みゆちゃんのお客様もそうですし、いっぱい来ていただいて本当に光栄です。ありがとうございます。はい、決定しますね。あの皆さんね、あのドリンクあのおかわり自由の方、飲み放題の方はね、あの気を使って飲まれなかったと思うので、ゆっくりいっぱい飲んでください。はい、じゃあ2部に続きますので、ごゆっくりどうぞ。ギギッ。すみません。